にらめっこしてみましょう。あっ、ぷっ。早く。あ、もうついて、ついて、ついてるのね。もうついてたのね。はい、ふなっぴーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆様、YouTuber の皆様、お元気ですか？ふなぴーも元気ですよって言った感じでやっていきますわね。はい、今日もふなぴー、島パトに行ってまいりました。むぎゅ。はい、今回はラファーファのモデル小川美子さんが着るきれいめカジュアルアイテム、ブランドはバニラスタジオのアイテムをお得にゲットしちゃいました。はい、こちらでございますね。ジップ配色カーディガンでございます。商品情報はこちらでね。サイズは 3L でございます。お色はブラウン、なんかちょっとチョコレートムースみたいなお色でございますわよね。そして気になるお値下げされた金額はっていうと、こちら2189円のところ990円にお値下げされておりました。今更ですがこちら、はい、こちらポリエステル 100% の素材で、張り感とむぎゅっともちっと弾力のあるリブ編みとバイカラー使いがポイントのカーディガンでございます。ジッパーが上下と使えるダブルジップがトレンドでございますわね。はい、上げたり下げたりしてコーデをしていきたいと思います。そしてふなぴーはインスタもやっておりますので、もしよかったら見てくださいませ。ではこちらジップ配色カーディガンでコーディネートしてみたいと思います。カーディガンは全開にして着用し、ワンピースは爽やかなサックスブルーのシーズンリーズンのバンドカラーシャツワンピースに、ブラウンのカーディガンを羽織れば落ち着いた印象に見えます。靴はカーディガンと、ブーツはカーディガンの色とリンクしたリアフルプチュア屋さんのリブニットブーツに、季節感あるフォアバッグでコーデしてみました。はい、そして今回購入したバニラスタジオのジップ配色カーディガンでございますわね。164センチのフナピーは 3L を着用しております。厚手で張り感のあるリブで、体のラインを拾いづらく、シルエットをすっきり見せてくれます。ダブルジップで上下両方ともね、調節することができるんですね。まずは全部締めてしまうとどうなることやら。はい、こんな感じ。少しね、腕のところとかね、ボコボコしてしまい、ポッコリお腹もね、ちょっと目立つ感じでございます。はい、ちょっとね、膨らんで大きく見えてしまうような感じでございましょうか。例えるなら、あの海に潜る時のスウェットスーツみたいな感じでございますわね。なのでこのダブルジップを調節して自分に合う感じにしてみたり、コーデによって変えたいと思います。そして肩が少し落ちたドロップショルダーに
長めの長袖となっております。長いのでちょっとロールアップしてこんな感じに着用しても可愛いんじゃないでしょうか。もちろんリブなのでさっと腕まくりもできちゃいます。手を洗うときなんかねさっと上げられると嬉しいございますよね。袖口が濡れなくてちょっとねこんな感じでウエット下を少し下げてこんな感じでいかがでしょう。では次行ってみましょう。はい、カーディガンはジッパーを下に下げて深 V ネックのようにして下もね少し開けてあげてすっきり見せて、トップスはテラさんのケーブルメロープルオーバーに、ボトムスはカーディガンの色とリンクしたユミさんのマーメイドスカートとディアフルプチュア屋さんのリブニットブーツを履いて、手に持ってるバッグはオシレーナさんのツーウェイバッグでコーデしてみました。ブラウンが多めのコーデにトップスとバッグの色を白にすれば明るさがプラスされます。丈はねちょっと短めなんですけどね、では次いってみましょう。トップスは花ゆんさんのキラキララメ V ネックニットプルオーバー、はい、フェミニンなニットでございます。そしてボトムスは HK ワークスロンドンの前ボタンマーメイドスカートで、フェミニンとカジュアル両方とも兼ね備えたスカートに、ディアフルプチュア屋さんのリブニットブーツとフォーバックでコーデしました。カーディガンがカジュアル、そしてニットがフェミニン、スカートがフェミニンとカジュアルといった具合で、フェミニンとカジュアルを合わせたミックスコーデにしてみました。今回はバニラスタジオジップ配色カーディガンでコーデいたしました。爽やかサックスブルーにブラウンを足した落ち着いたコーデ、深 V ネックですっきり見え、ピンクと赤を基調にしたフェミニンとカジュアルのミックスコーデ。さてフナピーのお気に入りのコーデは、意外と はい、これでフナピーのシマパト&コーディネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しゅうございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。いくわよ、じゃんけんよ、負けないわよ。はい、じゃんけんぽい。ふなぴーはパーを出しましたわよ。ジップ配色 CD じゃない、カーディガンね。腕まくりも
さっと、ん？ん？さっとできなかった。もう一回ね。焦るこんな感じで。ワンピース見えちゃったね、ワンピース。ワンピース見えちゃうのしょうがないね、でもね。ノースリーブじゃないんだからね。ね。ついてないのよ。フナピーの顔がね、顔色悪くなっちゃうの、つけてくれないと。あ、はい、つきましたわね。